元キンプリヘイヤー仕様の兄弟ショットがファンを興奮させる。プライベートの親密な一面に迫る。キング・アンド・ピスの元メンバーであるヘイヤー仕様さんの弟であるヘイヤリクさんがインスタグラムに兄弟ショットを公開しました。ジャニーズ事務所退所後のプライベートでの姿にファンから興奮の声が上がっています。 これまで制限されていた SNS などの露出があり、兄弟の親密な一面を伺わせる写真に、ヤバいです。こんな日が来るなんて、とファンから熱い反響が寄せられています。1平野仕様とは、平野志洋とは平野志洋さんは、キング・アンド・スの元メンバーであり、ジャニーズ事務所に所属していた人気アイドルです。 グループの一員として多くのファンに愛されていましたが、2023年5月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退除しました。2、平野陸のプライベートショット平野陸さんはアパレル会社を経営しており、一般の方々からはあまり知られていない存在でした。しかし、兄である平野紫陽さんとのプライベートショットを公開したことで一躍注目を集めました。 兄弟の中睦まじさが伝わる写真にお互い頑張ろうねんとのメッセージが添えられていました。3. ジャニーズ事務所での制約と新たなスタートジャニーズ事務所では所属タレントの SNS などの活動に制約が課されることが一般的でした。しかし、平野耀さんが退除した後は自由な発信が可能になり、 プライベートの兄弟ショットを公開することができたようです。これにより、ファンはこれまで見ることのできなかったアーティストの新たな一面を垣間見ることができました。4. 飛べという新たな事務所ジャニーズ事務所退所後、平野志耀さんは新たな事務所、飛べ、を立ち上げた滝沢秀明さんのもとで活動することを発表しました。 この事務所には神宮寺ゆ太さんも合流し、新たなスタートを切りました。ファンは新たな事務所での活躍に期待を寄せています。5、ファンの反響平野陽さんと平野陸さんの兄弟ショットに対しては、ファンから多くの興奮の声が寄せられました。プライベートな姿を垣間見ることができたことに感動したり、兄弟の絆に共感したりするコメントが多数ありました。 また、課金しなくて大丈夫っつといったジャニーズ事務所在籍時の制約に対する反応も見られました。6. 平野紫耀の今後の展望平野紫耀さんが新たな事務所で活動することで音楽や俳優としてさらなる成長が期待されています。また、プライベートな一面をファンに公開することでより親近感を持ってもらえる可能性もあります。 ファンとの交流を大切にしながら多彩な活躍が期待される平野耀さんの今後に注目です。まとめ平野耀さんの兄弟ショットがファンに大きな感動と興奮を与えました。ジャニーズ事務所退所後の新たなスタートでプライベートな一面を公開することができたことがファンとの絆をより深める結果となったようです。 平野志耀さんの今後の活躍にも期待が高まっており、ファンと共に新たな奇跡を刻んでいくことでしょう。